高島氏は、大阪府大阪市出身の元プロ野球選手。現在は株式会社、高島ホールディングス専務取締役。大阪東院校時代は、3年春に第76回選抜高等学校野球大会に出場。2回戦でダルビッシュ有用する東北校に2-3で敗退。夏は、大阪府予選決勝で、PL 学園校と4から4で引き分け。 最試合の末7から13で敗退し準優勝に終わった。高校卒業後は青山学院大学に進学。3年秋の党と大学野球リーグ戦で二類種としてベストナインを獲得。4年時には小久保哲也の後を次首相を務めた。秋には首位打者とベストナインを獲得。また2008年の世界大学野球選手権日本代表の首相も務めた。 リーグ通算68試合出場、213打数57、アンダー、打率、268、日本塁打、26打点。2008年10月30日、プロ野球ドラフト会議でオリックスバファローズから4位で、指名を受け入団した。2009年から2011年まで一軍出場が、なく、 二軍でも毎年2割台前半の打率に終わり2011年10月9日に戦力外通告を受け、12月2日に自由、契約公示された。2013年に渡米、ウィンターリーグではエディンバーグロードランナーズでプレーその後アトランティックリーグに加盟しているランカスター、バーンストーマーズに入団するも6月19日に解雇された。 その後11月から埼玉西部ライオンズの周期キャンプにテスト生として参加していたが不合格に終わり同年末に自らのフェイスブックで現役引退を発表した引退後は大阪市内の不動産会社に就職した後株式会社高島ホールディングスを立ち上げた内野どこでも守れるユーティリティ性堅実な守備確実な送球が持ち味地型も強い プロでは遊撃手としての指名を受けたが、青山学院大学では二類種、三類種もこなした。どのコースにも対応でき、広角に打ち返す。子宮をよく選び、出塁率が高い。大阪出身で幼い頃からのオリックスファンで憧れの選手は清原和弘であった。父は1990年の空手ワールドカップ組手の部で世界3位。 また母も1982年1983年と、空手ワールドカップ型の部で連覇を果たした空手家である。父は高校まで野球をやっていた。志半ばで野球をやめてしまった父が、諦めた夢を託すために野球をやらせたのが、きっかけだったという。ザウの名は、一位先進。ウエスタンリーグでの通算成績は199試合出場。 92アンダー、1本塁打、四46打点、2投塁、打率、215。ありがとうございます。